夏季 DIY ともします。ホンダステップワゴンの RG1 車検を通すために整備中。やはり下回りはボロボロで、こちらタイロットエンドのブーツ破れ、もうブーツが破れてグリスがね、漏れている状態です。これでは車検が通らないので、今回はね、こちらを交換していきます。購入したものはこちらです。割りピンを抜いてナットを緩めます。特殊工具となりますが、タイロットエンドプーラー、こちらを、ね、使います。ちょっと危ない道具なので撮影できないかも。こんな感じでジョイントを外します。脱着完了で、ブーツを剥がして、がっちりはまっているので結構ね硬いですね。はい、こんな感じでエンドブーツの方ね外れました。はい、ではね、新しいブーツにグリスを詰めて準備完了。ブーツをね、はめ込んでいきます。とにかくね、この作業が大変で、はめ込む際に切れてしまう場合もあるので、予備はね、あった方がいいと思います。はい、こんな感じで入りました。あとはネジを締めて割りピン入れればね、完了です。
はい、こちらがねブーツ交換後の状態。はい、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。